たす8って4たす8そういう考え方だ。そうですよね。4だ、4でビューンっていうのが4。あ、そう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 。抜けてドラム、完全にドラムとパーカッションだけになるのが残り8ってことだ。うん。あ、で大丈夫だと思います。よし。はい。いってらっしゃいませ。さあキックなんだけど結構ミュート外す感じっていける？結構させてドーンっていう。どうやって？例えば枕と今必ず何をやらなくてもあのなんだっけガレージバンドとか回したりとか。はい、なるほど。あれこれ俺外したっけ？ガレージバンドって iPad にも入ってるよね。買えば入ってますね。あの、うん、ちょっと重心を下げたいのキックの重心を。はあはあ、当たると少なくなってもいいのかな。今ホール塞いじゃったんですよ実は。何を足そうかをずっと。タブが何タブかにもよるか。でそのスネアさ、もうちょっとスナッピー緩んだ感じってなったんです。締まる、ちょっと緩むっていうか、バシャバシャ感っていうか。さあ、はい。タララタラララっていう感じで。なんとなく合わせた感じだっけ。それでもスパッとしたら後半話しすぎたなと思うんですけど、今み
みたいに緩やかに変わっていくのもありだし。ちょっと待ってくださいね、今日だよね。こんな動画アップして。おお、これオレンジで、そのフリップ、うん、ある意味すごい、すごい露出してるんだよね、それ。普通にそうですね。考えていたら結構、はい、まだ53年しか見てない。そうだけど、その引いてるとこじゃない素の部分が結構超露出。いいです。